水券めちゃめちゃ良かったな。はい。ターボ、カイトだ。ああ。もうキャバレーの近くまで来てる。そっちは？店の前に着いた。杉浦も一緒だ。わかった。俺ももう少しだ。めっちゃ本当あれだよ、毎回毎回。こいつは可愛いな、カイトさん。もうみんなテレビ電話でみんな顔見せてくれるんだ。ほら、あそこにいるわ。こっちだ、タボ。カイトさんも嬉しいっす。あれだわ、杉浦もいるわ。何やってんだよ、おめえ。中学生の前、コンビニの前じゃねえんだからよ。何やってんだ、おめえ。なあ、おかしいってば。お前じゃねえんだわ。お前じゃねえんだ、後ろの。違うんだよ、お前じゃねえんだって。だからなあ、なんでお前カイトさんと一緒に撮ったみたいな。おめえも何なんだてめえは。カイトさん見てんだよなあ。じゃあこのカイトさんの前に来んなよお前。どけよお前。見て、さっきのワゴンが止まってるでしょ。ああ、ここも狂霊会のアジトってことか。キャバレー、うん、なるんだって。多分な。中にどんだけ人数いるかはお楽しみだ。もう行く準備はできてるか。ああ、なるほど。カイトさん、立ちなよ、そんなとこで。じゃ一回待ってさ、コンビニ行ってさ、酒買おうぜ。コンビニないの、近くに。飯も回復もしたい。ほんとちょっとね、全然やれる時間帯ではあるんだけど、ちょっとね、給油が今家に来てて、ちょっとね、少し、まあ、この後にね、ちょっと飯を行く約束してて。うん。で、ちょっとね、明日は早めにします。今日はね、ちょっと酒飲まないです。ちなみに。今日は、酒全く飲みません。はい。ほんでもう、飯をみんなちょっと食うっていうね。そう。形なんで、絶対明日は二日酔いにならないってことを約束し、はい。早めにね、明日やるんで。はい。ほんとです。信じてください。お願いします。信じてください。明日は絶対早めにやるんだ。信じてください。お願いします。僕のこの曇ってない眼を見てくれませんか。信じてください。よろしくお願いします。第8話親子杯、明日15時前後でよろしくお願いします。また会いましょう。